ただいまご紹介いただきました、えー、農林水産省の技術会議事務局、えー、研究開発関視研究専門官をしております、足立と申します。よろしくお願いいたします。とまずですね、えっと、初めにあの、うちの省内で,です、ねあの、地球温暖化適応策に関する連携体制ということで、中でまあ何やってるかということがあの、皆さんご存じないと思いますの、ね、で、簡単に概要をお話ししたいと思,思います。 とですね、まずあの3つ大きく分かれてまして、えー、総合調整、あとはえ研究開発、あとえ普及推進という形を取ってまして、えー、まず総合調整の方なんですけれども、えー、大臣官房の政策課、環境政策室の方で、各省との連携、もしくは省内の 連携ですね、行って窓口を行っております、あとは総合的な施策の推進というところをやっております、あと、うちの方はですね、研究開発、温暖化に関する研究開発というものを委託プロジェクト研究という形で行っております。代表的な中身としましては、例えばですね、米の予測終了ですとか、品質低下のリスクなど、 あとはです、ね、温暖化の進行に適応する品種育素材の開発などを行っております。あとは、一番下の段になりますけれども、温暖化メリットを逆に生かすというようなプロジェクトも行っております。で右側に移りますけれども、こちらの方は生産局農業環境対策課というところで、主に既存の技術ですね、そういったものを現場で,ど生かしあの,現場での実証ですね。 あとは、えー、作付け実証等をやっております、あとはです、ねあのー、これ、先ほど埼玉県のさんの方から発表ありましたけれども、えーと、都道府県での、お地,地域でのおモニタリング関係ですね、そういったこともやっております、そういったあの3つをです、ね、総合的に連携することによって、えー、下の農林水産省、当省の気候変動適応計画の実効的な推進という形の体制を取っております。 続きまして気候変動対策についてということで、先ほど、環境省さんの方からも一部ご説明あったもので、重複するところではあるんですけれども、今回、適応策という話をメインにさせていただくんですけれども、その中で、やはり緩和策ですね、緩和策と適応策というのが両輪で非常に重要な、両輪として非常にやっていかなきゃいけない重要な部分であるというところです。 で適応策の主な代表,代表例としましては、うちの場合はその農作物の高温対策、高温障害対策というところですで、緩和策につきましては、吸収源対策、森林吸収源対策、そういったことがまあ代表的な事例になります。続きまして、気候変動の影響なんですけれども。 まあ代表的なあの先ほどもちょっと説明ありましたけれども、代表的な例を取り上げさせていただきます。とまず、まあ、あの気,候あの気温の変動ですけれども、説明何度かしていただいている中で、えー、やはりですね、あのー、各シナリオによって、まあ、違うんですけれども、1.1、えー、度から4.4度、幅はありますけれども、対策を取る場合、取らない場合で変動があります。いずれにしても、えー、温度が上がっていく傾向にあるというところです。 あと、先ほど異常気象の話ありましたけれども、大雨の日数についても、ほとんどの地域で緑部分になってますので、将来的には大雨の日数が増えていくと。あとは農作物、代表的なものとして、温州みかん、りんごについても、適地が移動していくと。特にりんごについては、今、皆さんもご存の主な産地、長野県ですとか、青森県、そういったところの変化を見ていただくと。 将来どういったことになるかというのが分かります、あとみかんについても、愛媛ですとか、熊本、静岡とかありますけれども、そういったところになります。で続きまして、台風デの一つとして、水と米になりますけれども、こちらについてもです、ね、影響評価の中で、3度以上の気温上昇では北日本を、北日本を除いて、収量が低下するという予測が出ております。 続きまして、畜産になるんですけれども、皆さんの食卓に上がる鶏肉や豚肉、そういったもの、増体量と言いってまして、専門の方でない方はちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、生産性が下がると、増体量が下がると、おのずと肉の量が下がってしまうので、生産性が下がってコストが上がるというところで、皆さんの食卓に直接価格として跳ね返ってくるというところで、主に。 西日本、南日本の方がで、ねえー、増大が減っていくという結果にあの影響、評価が出ております。で続きまして、えー、事例として、雑草の分布拡大ということなんですけれども、えー、これはあの大豆のです、ねえー、主な雑草になりまして、えー、朝顔の大石なんですけれども、そういったものがです、ね、大豆にこう絡みつくことによって、えー、大豆の生産性が著しく低下されると。 と,いうとこ,ろでこれはですね、あの防除可能日数、えっと、朝顔、その雑草を防除する、えー、可能な日数があ年々こう狭まってくる、少なくなっていくというところです、これについても大豆について、えー、生産性がかなり、えー、下がっていくというところを表しております。続きまして、病害虫のお変動です、皆さんごと思てますけれども、温暖化に伴ってです、ね、病害虫が増え,る増えます。これにについては、まあ、主に水と に関するカメムシになりますけれども、こちらがですね、えっと、モミに吸着しまして、えー、養分を吸ってしまうと、で米自体も、えー、反転を,を停止したりとか、ですね、えー、売り物にならなくなってしまうというような現象が起こっています。これについても、年々北上していくというところに影響出ております。で続きまして、気候変動適応計画の概要なんですけれども、うちの方はですね、 まあ、あの政府全体の動きに合わせた形で、え農林水産省の基本変、基本気候変動適用計画、策定及び推進をしております。先ほどもあの説明、繰り返しありましたけれども、すでに現れている気候変動の影響としまして、えー、水筒の高温障害、代表的なものとしては、えー、白身熟流というところで、でんぷん質の合成阻害といったものとかですね、あとは浮川症、か柑橘の浮川症、あとは、えー 産地災害とかですね、えー、南方系の魚種による藻場、えー、の食害といったところになりますで。適用に関する政府全体の動きとしましては、まあ、影響評価をあの環境省さん、えー、中心となってやっていただいているというところの影響評価を平成27年度3月にこう公開しております。でえー、政府全体のの適用計画の策定につきましては 昨年の COP21 を前にしまして、政府全体の適用計画を策定というところになっております。で主なあ将来予測につきましては、水筒、果重、病害虫、自然災害と,といったことで、こういった形になっております。でそれを受けまして、うちの方はですね、えー、農林水産省の気候変動適用計画の策定に向けまして、えー、平成26年4月にですね、 省内に気候変動適用計画推進本部といいまして、農林水産大臣政務官を本部長としまして、設置をしております。それでですね、平成28 27年度、27年の8月に、当初、農林水産省の気候変動適用計画を策定いたしました。でまた今後ですね適用計画に基づいて 地域で施策をを展開をしてていいきたいと思っておりますで主な適応策の中身、大きな4本,4本柱になってますけども、えー、まず1点目が、ですねすで、えー、に影響が生じており、社会経済的に影響が大きい項目への対応と、お先ほども説明ありました水と果樹、病害虫、自然災害等、重要度、革新度等がですね非常に高い部類のものを中心にやっていくと。 で2番目としましては、現在、表面化していない影響に対,する対応する地域の取り組みを促進というところで、えーまあ、科学的な影響評価、あとは、えー、適用技術のお提供によって、地域が主体となった、えー、将来予測うされる影響に対する取り組みを促進していくと。で3番目はです、ねえー、影響評価研究、あとは技術開発の促進というところで、えーまあ、現在でも、えー、知見の少ない分野における 研究やと技術開発を推進していくと、で4番目になりますけれども、えー、もたらす機械の活用というところで、まあ、温暖化に、えー、なってもです、ねあのー、マイナス部分だけではないというところで、メリットの活用を、そういったものをです、ね、既存品種から、あ例えばですけれども、亜熱帯、えー、の果樹などの転換等を推進と、とこの4本柱になっております。 で続きまして、あの農林水産省気候変動適用計画の概要、基本的な考え方、まあ、この 6, 6つになりますけれども、主に技術開発部分につきましては、この2番目、あとは下になります、えー。農作物の生産量や品質の低下を軽減する適用技術う、対応品種の研究開発など、行っております。これ、先ほど説明ありましたけれども、基本的な温暖化対応への施策の一例になります。 これまお時間あるときに見ていただければと思います。で続きまして先ほどあのご説明ありましたけれども、特に、えー、重大性緊急性革新度この三つがですね、ともに高い部分というのが非常に農林水産分野あ非常に多くございまして、えー、非常にあの重要な部分と思いまして考えながら政策対応を行っております。で続きましてですね、先ほどあの農林水産省の 環境政策室の方で行っております、農林水産分野における地域の気候変動適用計画の調査・分析事業というものをまた別の課でやっておりまして、こちらについてはですね、日本を7つのブロックに分けまして、それぞれですね、必要な関心品目を選定しまして、それぞれの将来展望、それぞれの適用策っていうものを を出しましまて、えー、地域の適応策に結びつけるような有用な情報を提供していこうという事業もございます。続きまして現在見られる影響と適応策に関する主な研究成果の概要等についてになりますけれども主に水と果樹ですけれども特に見ていただきたいところはこの高温年ですね、平成22年。 一、えー、頭米比率が62%に下がっております。で、こういったことがですね、なバウンドを繰り返しながらまたこう起こっていくと、将来的にはこう上がっていくというようなとイメージしております。で、えー、と高温障害だけじゃなくて、えー、これは影響評価環境省さん下に至っていただいている影響評価に基づく内容なんですけれども、収量の減少自体も起こっていると。 で続きまして、果樹なんですけれども、特にあの見ていただきたいのは、まあ、水稲よりも果樹については、えー、適応性が低い作物であるというところですね、1回、えー、植えますと、大体まあ30年、40年栽培するとところで、温度が上がって適応障害が出てもです、ね、すぐに植え替えることができないというところなんで、えー、早め早めにできるだけ対応するとかですね、えー、そういったものを目先を見越して、少しずつ品種転換に取り組むといったことが必要になっていくと。 持っておりますこちらについてはです、ね、これまでの研究成果事例なんですけれども、特に見ていただきたいところは、この高温耐性品種、いろいろ入れてまして、ニコマルですとか、キヌムスメ、そういったものが、えー、少しずつ普及し始めているとたところ、あとは高温年において、えー、既存西日本で特に栽培されています、日の光に対して、えー、白身熟粒といった高温障害との、えー、比率の差が非常に開いていると。 とこを見ていいたただきたく思いますあとはあの、お時間ああるととに見ていいただければと思いますであとはです、ね、あのこれまで成果発表のを行ってまして、これ、ホームページでもあの今までの研究事例ですとか、成果発表事例ありますので、あのこれもアクセスいた,いただいてです、ね、見ていただければと思います。えっと、特に大きな成果発表、2014年に行っておりまして、えー、農業、林業、水産業、すべてにおいて、えー、研究、 成果発表を行っておりますこちらについてもホームページにすべて掲載してますので、ご参考いただければと思います。で代表的なものをこちらに挙げさせていただきましたけど、水筒の品質成果対策、あとは米の高温耐性品種、えー、あと、温州みかんの,適用,策の適用技術の開発、あとはのりについても高温被害が出てますねそういったもの、高温耐性品種の開発といったところになります。 だと他にもですねホームページでやっておりますあの紹介させていただいておりますけれども、地球温暖化影響,た影響調査レポートですとか、あとは温暖化ネット、これも非常にあの参考になる情報ですので、こういったものをですねこれからのプラットフォームを含めまして、いろいろ一般の方に見ていただけるような機会が増えればなと思っております。こちらはは日本は春夏秋冬と いうことで地域もありますし、いろんなことで,でまだ農業のポテンシャル非常に高い状態なので、これからまああのいろいろ不可逆的なことが起こらないうちにです、ね、いろんな対応を皆さんと協力しながらやっていきたいと、もっとあの一枚のスライドにしてみましたごご聴ありがとうございました。